MJB コーヒーのロゴ MJB はイタリアのマッシモザネティ飲料グループがアメリカ合衆国カナダ西部日本で販売しているコーヒーブランドである。初期の MJB 社屋百8 8 1年ユダヤ系アメリカ人の農業経営者マックス・ジョセフ・ブランデンスタインが共同経営者であるジョン・シー・サイ・フライドと共にサンフランシスコのカリフォルニア通りで穀物輸入業を創業。 1885年、マックスの弟であるマンフレッド・ブランデンスタインとアルフレッド・アデルスドルフが共同でワシントン・マニファクチャリング・カンパニーを設立し、コーヒー、紅茶、香辛料の輸入及びコーヒー豆の焙煎を開始するようになった。MKB は創業者、マックス・ジョセフ・ブランデンスタインの頭文字から取ったとされている。当時、 サンフランシスコのコーヒー業界においては、ホルジャーとヒルスが先行しており、また、ブランドンスタインという名は、ユダヤ人であることを示すため、先行メーカーに割って入るには、簡潔なブランド名が良いのではないかとすることから、命名されたとする説がある。1905年、これまで、プライド・オブ・ジャパンとして発売されていた紅茶を、ツリーティーとして販売される。1906年、 サンフランシスコを襲った大地震で、スペアとミッションの事務所が相次いで被災し、ブリキの波板を使って仮社屋を建設。1910年、コーヒー製豆と紅茶の仲介から撤退し、MJB コーヒーとツリーティーの紅茶販売に専念。1915年、パナマ運河開通を記念したパナマ太平洋万博に出展する。パナマ運河開通により、 南米から直接、コーヒー豆の搬送が可能となった。パナマ太平洋万博では、南米から直接輸送されたコーヒーが振る舞われた。1916年に MJB の管理容器を製造していた、ウェストコーストワーク社を買収し、ウェスタンキャンカンパニーと社名を変更。1924年に創業者兄弟の弟、マンフレッ九1925年には、兄。 マックス・ジョセフが相次いで死去する。1930年代、カリフォルニア・ブラウン・ライスとテキサス・ロング・グレイ・ナイスを発売。コーヒーに関しては、株式市場大暴落後の安価なコーヒー需要に対応し、アラジン・コーヒーとコーヒー・ジュニアを新たに発売。1940年代は、太平洋戦争の影響により物資統制が敷かれ、ブリキ缶が使用できなくなり、 ガラス瓶入りレギュラーコーヒーの販売を開始。一方、米も不足した影響で豆類の販売を開始。戦後の日本では新中軍により缶入りレギュラーコーヒーが多数持ち込まれ、MJB グリーン缶は人気の銘柄として知られるようになった。1950年代に入ると、主に関東、関西の輸入食料品店でレギュラーコーヒーが少しずつ普及し、 特に MJB グリーン館はインスタントコーヒーとは違う、まろやかで香り高いコーヒーとして高い信頼が寄せられるようになり、またこれと相前後して日本以外の東、アジア、カナダにも進出し、インスタントライスやインスタントコーヒーの販売が定着するようになっていく。1962年頃、京栄フーズと合弁し MJB 日本法人が設立され、 1963年、宇治市に直営工場が完成する。1970年代に入ると、まず1970年にオーストラリアに進出。アメリカではサンフランシスコ近郊のユニオンシティに工場を新設した。1975年にカフェインなしのインスタントコーヒーを開発。1979年、紅茶のブランドもツリーティーを廃止し、 MJB に統一された。1981年に MJB ジェネリックシリーズが発売される。1987年 MJB カウボーイシリーズと題されたテレビコマーシャルの放送を機に需要が拡大し、1989年、組山町に新工場が建設された。1988年から1990年にかけて、 トライアングルセッション三部作を開発。1990年代にはヘビーユーザー向け MJB アーミーグリーンシリーズやホテル用にハンプされていたものを家庭用にアレンジしたホテルレストランブレンドなど新製品の発売も行われた。世界的には1985年に MJB ヒルスコーヒーなどをネスレが買収し、さらにこれが1999年。 サラリー社へ売却された。2005年、イタリアのボローニャに本部があるマッシモザネッティ、飲料グループが買収した。ありがとうございます。